Spinner. J-Wave Innovation World Podcast Talk in the Pod. ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのはトークテーマ何でもいいよっていう風に言っていただいたんですけれども、自動思考についてお話ししたいと思います。自動思考って何なんだっていう感じなんですけど、まずとにかく最近私いい人になりたいんですよね。なんか自分のこうダメなところでこれ以上落ち込みたくないと思って、もうここも直したいここも直したいとすごく思うんですけど、その自動思考っていう言葉を知ったきっかけが、今年すごいコロナもあって落ち込むこともたくさんあって、なんでこんなに落ち込んでるんだろう、なんでこんなに自分がああダメだとか、なんでこんなこともできないんだとかなっちゃうんだろうっていうのを真面目に考えたんですね。で、いろんな人に相談もしたりとか、いろんなことを調べたりした中で出てきた結構自分の気に入ってるキーワードが自動思考っていう言葉なんですけど、これは反射神経ってあるじゃないですか。体の熱いものを持ったら熱ってなるとか、誰かから膝をトントンってしたらなんかカクってなるみたいな、反射神経と同じで脳の中にも何かこう経験とか誰かに何か言われたっていう時にこう自動的にこう考えるものがあるっていうのを知ったんですね。で、その自動思考っていうのが、例えば嫌なことを言われた、すごく嫌なことを言われた時に瞬発的にこう頭が勝手に考えることっていうのがあって、でその自動思考と本当に自分が考えてることっていうのが意外と違うっていうことに気づいたんですよ。っていうのは、例えば自分なんてもうダメだとか、あきっとこの人は今自分のことをすごいもう才能なくて嫌なやつだって思ったとか、そういうことこう私は瞬発的に考えちゃう癖があって、でそれがこう自分の性格だとずっと思ってたんですけど、自分はこういうふうに思っちゃうなって。でも冷静に考えた時に、いやそうでもないなと思うわけですよ。結構頑張ってるよって思うことも結構たくさんあって、仕事をもうずっとやってるし、子供も育ててるし、それだけで頑張ってるよ、いいんだよそんなこと思わなくてってこう落ち着いてる時には思えるんですけど、その瞬発的にこうダメだと思っちゃうんですね。あ、これは自動思考でこの反射的に思ってるだけで自分の考えとは別なんだ、なんか反射神経をこうちょっと切り離して考えてみたらすごく自分の人生が楽になってきて、この自動思考って考え方いいなと思って、そんな話をしてたら、自動思考には結構リストがあってですね、典型的な自動思考の誤りっていうリストを見たんですよ。例えば白黒思考っていうのがあって、出来事や人々を善か無かという極端な視点で捉えること、例えばもう私は拒絶されてるとか、もう完全に時間を無駄にしたみたいなことを瞬発的に思ってる時は、良くない自動思考のそういうシステムに乗っかっちゃってるみたいなんですよ。で、これがなんかシステムだと思うと、脳のそういうシステムに乗っかった思考なんだと思うとなんかいいなと思って、自分の気持ちじゃないんだ、これは脳の、言ったらバグみたいなものなんだと思うとなんかいいなと思ってて、他にも肯定的側面の否定、すごい難しい言葉ですけど、自分や他人が達成した肯定的な結果を些細でつまらないことと決めつけること、例えばですね、こんなに簡単にできたから自分は大したことをしてないとか、こんなのはできて当たり前だったとか、17個ぐらいあるんですけど、ネガティブなフィルター、例えばここにいるのは私のことをよく思ってない人ばっかりだ、こういうことってなんか時々誰でも思うことだと思うんですね。じゃあ本当にちゃんと落ち着いてちゃんと眠れてご飯を食べて安心した時にこれを思うのか、それとも瞬発的にこうわって思っちゃっただけなのか、
っていうのをなんか切り離して生きようって最近すごい思うんですよね。なんかこういうことってなかなか知るチャンスがないから、私もたまたま今年時間があったんで、自分のじゃあこういうところどうしたら治るかなみたいなゆっくり考えられたんですけど、なかなかこう知る機会がなくて、自分が本当に何を考えてるかっていうのは意外と難しい、自分自身も分かってないことなんだなっていうのをずっと思ってるんですけど、今年は特にそれがテーマでしたね。はい、ぜひ皆さんもその自動思考調べてもらいたいです。なんかちょっと生きづらいなとか思った時にヒントになるんじゃないかなと思います。You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.